Fait une trempe de feu.皆さんの力借りで一生懸命やりたいと思いますので、不備もあると思いますが、なんとか協力の方よろしくお願いします。それで重い込みである程度重いので、ゆっくり上げてゆっくり下ろすのと、あと拍子木で拍子取って犬の餌合わせて普通に歩いてのスピードで行きますので、あとはもう特別ないので、同族の効果の時だけ指示出しますので、ゆっくり寝る歌を入れ、後ろの扉開くんです、うん、後ろの扉ついて開くんですよ、うんそれで途中途中の大きい秋田の真ん中が立つので、同族も交換したりしますので、その時まだ合図するし声かけますので、なんとか今日夜一日無事に帰ってくれるように皆さんの協力必要なので、なんとかよろしくお願いします。それは進行の固まってくるんですよ。それはコロナし2の進行ずっとっていうのは、ここからですか、小屋出しでここまで来るんですよ。今ね、今のそれがどういう風になってるかわからない。ここまで多分ここまでしかできないんです。さっきとりあえずここに走ったらここまで小屋でいいんですよ。あっこまで来たら、このあそこの門入ったら戻りになってくる、うん、あそこも歩いてくるんですよ、うん、もうちょっと早くなる場合もあるんで、それは合図もらえれば、うん、でここまで戻りで、うん、この線越えたら小屋入れで、うん、まちまちまで行くので、おいだらさっきのセッティングのやつ全部ラムガビなんで、はい、そこは頭に入れたんで確認してみようか、ん、どういうことだ、初体験張りだと思ってた、うん、どういう風になるかも分かんねえ、なんでね最初にある程度こっちでも決めてかかないとあとはいつものメンバーのアウンの呼吸でよろしくお願いします。はい、サロンの方が今日ようやくできるようになりました。それもですね、交流会の皆さん、和の会の皆さん、で地域の皆さん、大変ありがとうございました。今日一日で終わります。しかし事故あっては今までのブロガミズロアになります。どうか十分気をつけて運行者の指示に従って運行していただければと思います。ありがとうございました。注意はですね、事務局長のことから説明いたします。よろしくお願いします。はい、それではちょっと注意事項です、まず一番先頭がですね、発出所のパトカーになっております。今ちょっと隠れてますけど、裏手にあるパトカーが先頭になります。それから、灯籠がありますけど、中あり灯籠、担いでる灯籠2つが先頭で、そこから薬衣、それから羽と早足型の後ろにねぶたっていう形の隊列になりますので、これからですね、ついてもらいながら行きますけども、あと説明としてはですね、途中で小立町会このまま登っていってですね、途中で終わりましたらバスで移動ができます。あの大型バス、大型というか中型のバスがあるんですけども、そこからですね、車で各あの全部車で動くとすごい台数になってしまいますので、皆さんのバスに乗って移動していただきたいと思います。はい、それでバスで移動しまして、また降りて次の地点からまた運行を再開するというのを3回やりますので、小立地区と小立町会と高田町会、それから野沢町会で、ここにまた戻ってきますということで、大丈夫でしょうか。はい、それではまず初めの最初なのでですね、いろいろ不手際はどうあるかもしれないですけども、そこら辺はみんなで協力し合いながら行きたいと思いますので、あと、危ない道路とかですね、信号1箇所ありますので、高田のですね、信号とかは、指導隊とかですね、いろいろおりますんで、スタッフの指示に従いながら止まってくださいっていうのは止まっていただきたいと思います。そこら辺注意していただいて、今日は楽しい運行にしたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。はい、それでは、林方の方、はい、トールさん、あとこれから林の説明もあります。
なので皆さん来てください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、青森和の会、広報の岡山といいます。よろしくお願いします。本日ですね、お囃子を、担当させていただきます、高田の皆さんと一緒に、やりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、で、この時間はですね、ちょっと囃子についてご説明させていただきたいと思います。今ですね、最高のところに囃子方ちょっと集まってまして、ちょっと実際にどういうものかっていうのを、今日やるものをですね説明させていただきます。まずですね、こういう竹雲工で、竹ねぶたのですね、竹雲工ですね、いろんな囃子、で皆さんに今こういう状態だよって知らせる、お囃子がありまして、今日はそれを交えながら運行していきます。で、一番最初の、お囃子なんですけれども、皆さんにですね集合太鼓と、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけれども、やってみたいと思います。まず皆さんに、ねぶた始まるよ、みんな集まってっていう時の囃子です。じゃあ、囃子方お願いします。中にロウソク入ってます。ロウソクはどんどん溶けてきますので、ちっちゃくなってきて、あるところでロウソク交換しなきゃってなります。その時のお囃子、ロウソク交換している時に、やるお囃子で小休止というものがあります。では小休止をお願いします。
ゃあ、年間を通して、いよいよ最後の出発点に戻ってきました。小屋に入るまでの間、電車が戻ります。ここから外れて戻ります。手先の戻り林、これも後ほどやりたいと思います。山の方は非常に良かったです。で、他にですね、次ですね、ごめんなさい、戻ってきて、この小屋に小屋出しがさっきありました。小屋に入れるときも林があります。小屋入れ、お聞きください。来月展示やるっていうんで、ねぶたの。どこに展示するんですか？ここで、ねぶたの資料の展示。まあ、はい、ワンコーナー。はい、では、はい。はい、今言われてまして。で、それで、はい、下見も兼ねて。はい。最後ついて最初子供たち、最後どうぞついてください。はい、転がしだって。最初転がし